うどんタクシーのずんちゃんです。今回はお家でできる創作うどんをご紹介します。で、今回は三豊市にあります浦島ビレッジのキッチンからお届けします。今日は何を作りますか？今日はペペロンチーノ風のうどんを作ってみようかなと思います。どんな材料を使いますか？今が旬のアサリと、菜の花、桜エビと、お土産うどん。こちら、琴平にある大正屋の幽玄という日本で一番高いおうどん、1個500円するんですけれども。1個500円も。はい。日本一高いらしいです。で、これを大正屋さんに今日提供していただいたので、これを使いたいと思います。はい。あと、ペペロンチーノに欠かせないのが、オリーブオイル、鷹の爪、青森県産ニンニク、塩、ブラックペッパー。はい、これを使います。お湯が沸いたので、まず菜の花を茹でます。どのくらい茹でますか？2分ぐらい。沸騰がまだあんまりないけど2分ぐらい茹でます。はい、ニンニクを入れます。手伸びてます。本当ですか？恥ずかしい、はい、なんかいい感じですか？もうちょっとこの辺が硬いので、なるほど、揚げます。はい、軽くないんですか？ちょっと、はい、粗熱を取る感じで、うん、ざっくり。はい、今からおうどんを湯がきます。たっぷりのお湯で湯がきます。おうどん入れる時のコツなんですけども、ちょっとで、最初はかき混ぜずに、うどんが上がってくるのを、上に上がってくるのを待ちます。上がってきました。上がってきてから12分なんです。今から、軽くほぐして、あまりほぐしすぎるとうどんが切れるので、これぐらいで、はい、ほぐします。で、その間にオリーブオイルを、多めですね。なんかフライパンが多いんで、ちょっといっぱい入ってしまって、はい、オリーブオイルとニンニク、と、あ、いい香りですね。火かけます。はい、今からソースを作っていきます。ペペロンチーノのソース、はい、香りがこう出てくるまで、これは、そうですね、フライパンが温まってきたので、はい、あさりも入れます。よかったです。アサリの蓋が開くのと思って、時々混ぜんかったら、ニンニクが焦げてしまうので、なんか回されたあ、開いた開いた。全部口が開いたので、さっき茹でた菜の花と桜エビを入れます。で、オリーブオイルに混ぜまして、あ、すごい、もう一回し、はい、色が綺麗。うどんが湯がき終わったので、ぬめりを取ります。
最初、さっき締めたうどんを入れます。おすごい。あれも使います。もう一回。はい、完成です。じゃあできたのでお皿に盛り付けていきます。うわー、めっちゃ美味しそう。よく料理するんですか？料理は、はい、毎日します、ね。完成です。ペペロンチーノ風うどん完成です。20分ぐらいでできるので、ぜひ作ってみてください。